はい、こんにちは、サウンド工房です。今回はアクセラをやっていこうと思います。今回のオーダーは走行中にロードノイズがかなり気になるということで、相談を受けました。常に音がするわけではなくって、荒い路面を走った時にゴーっていうすごく低い音がずっと耳につくようなことをおっしゃってました。人にですね、乗って走ってみたところ、確かに荒い路面の時だけすごくうるさい、どこから鳴ってるのかわからないような低い音がずっと続くという状況でした。で、それ以外の音も入ってはくるんですが、比較的大きくなくて気になるレベルではなかったです。まあ、とにかくその低い音をどうにかしようということで、今回車をお預かりしました。実際それがどんな感じなのか、録音できるかちょっとわからないんですけれども、測定器でですね、実際の数値を測定してみて、音も一緒に撮ってみようと思います。はい、じゃあこの状態で路面の音がうるさくなるところを走ってみようと思います。で、ちなみにアイドリングの時はこんな感じ、はい、70ちょっとですね。じゃあ行ってみましょう。はい、じゃあここが、まあ、路面のそんなに悪くない場所です。ちょっと機械で測った数値を見ましょう。で、もうしばらくすると路面が悪くなって、低い音がだいぶ強くなってきます。数値が極端に大きくなるわけではないんだけれども、低音の低い音が特別強くなった印象でした。で、まあ、これをどのように改善するかをやっていこうと思います。外からのノイズですが、いろいろな検証の結果、おそらくリアサスペンションからの微振動がノイズの原因になっていそうでした。ですので、リアサスペンション周辺、まあ、トランク、シーピラーを対策していこうと思います。振動を抑えるだけであればですね、他のところに振動が回っていくだけなので、うまく散らしながら、改善をしていく必要があるので、考えながらやっていこうと思います。作業の途中の経過です。現状ですね、こんな感じで、振動の仕方とか周波数を見ながら、精神をしていくとこのような感じになってます。まあ、路面が荒い時にボディに入ってくる低い音の振動、それが変に増幅されているようで、まあ、ここの共振などがありそうだったので、まあ、その共振を潰してます。と、あとリアのストラットタワーの奥、この向こう側ですね。で、向こう側に室外の鉄板があるんですけど、その空間で、まあ、低財波があるようで、まあ、そこも対策をしないといけないのですが、まあ、中にアクセスが非常にしにくいと、まあ、手が入らないので精神剤など貼れないから、まあ、ちょっとまた別の方法で対策をしていこうと思います。で、まあ、トランク周りはこれでほぼほぼ完成。あと、ここに遮音剤とかを貼っていけば、ここの部分は完了です。ただ今回の問題の音に対しては遮音材はほぼ無効なんですが、まあ一応貼ります。はい、だいたいこんな感じでほぼ完成図になります。この奥ですね、手が届かなくて精神剤が貼れない部分、
ここの処理についてですが、吸音材をですね多めに入れてみるとだいぶ中でこもっているような音が消えたので、ここの中に関してはそれでいこうと思います。であとまだ少しですね、仮想的にタイヤの振動を再現するともーっていう低い音があるので、車のボディの強度のバランスを見ながら少し調整をして組んでいこうと思います。でその後もう一回測ってみて良ければ完成です。防音処理施工完了したんで走ってみようと思います。でもう内張りとかも全部組んでるので、まあ完成の状態ですね。じゃあやってみましょう。さっきの道とは違うんですけど、走ってる感触ですね、まあ、数値はあんまり変わらないんですけれども、低音のノイズは相当に減ってる感じがします。後ろ回りからの、低い音が気にならないと。でロードノイズの方がかなりでかく感じ取れますね。でロードノイズの高いサーっていう音はタイヤなどに気にすることも結構あります。で今普通のノーマルタイヤなんですが、この後お客さんがブリヂストンのレグノに変えるって言われてたんで、ここはかなりそれだけで改善するかなと思います。じゃあ本来のコースに行ってみましょう。もうちょっとあと信号一つぐらいでうるさいとこですね。やっぱりさっきとは全然、最初の試乗した時とは全然違いますね。あの低いずっとつきまとうようなゴーっていう音はだいぶ消えてます。ただ、ノイズっていうのは、まあ、いろんなところからいろんな音が入ってくるので完全に静かになるわけではありません。トランク周辺の音が消えて、今度入ってきてる部分はドアとあとサイドシル周辺からの音がちょっと聞こえてるかなと思います。で天井からも少しもーって言うんですけど、まあこれは、なかなか消えないやつなんで、まあまあだいぶいいかなと思います。はい。